ルディで痩せるお茶を3つ選んできました。今回は微腸活の観点から3位から1位まで選んでまいりましたので、ぜひ最後までご覧くださいね。ではまずはランクインした3位からご紹介していきたいと思います。こちらです。セイロン紅茶使用のカフェインゼロ、ノンカフェインの優しいデカフェ紅茶ベリーミックスです。でこちらはですね、そのなぜ痩せるのかというそのまあ観点なんですけれども、あのデカフェというのはそのノンカフェインのまあお茶のことなんですけれども、デカフェ紅茶でノンカフェインであることがそのダイエットにですね、あの非常にポイントになってきます。なぜかと言いますと、そのカフェイン飲料を飲みすぎてしまいますと、その消化にやはり負担をかけてしまうわけなんですね。で結果その腸をこう疲れさせてしまうわけです。でまた特にこうストレスが多い方は自律神経の、まあ、交感神経がもともと優位なわけですから、そこをさらにその刺激してしまう飲み物になります。そうするとやはりそのストレスがかかったことでその食べてしまう、ストレス食いにもまあこうつながっていくわけですから、負担をかけないという意味でもノンカフェインがおすすめなんです。でまた紅茶が持つ血糖値の上昇をその抑える効果を使ってですね、結果その脂肪をこう溜め込みにくくすることができますし、でまた脂肪の吸収を抑えてくれたり、でまた紅茶というのはコーヒーと違ってあなたのお体をこう温めてくれる飲み物なので、もうぜひぜひここでこう体を温めて代謝を上げてその燃えやすい体を作っていただきたいなと思って、このお茶をまあ第3位に選びました。あと詳しくご紹介していきますね。カフェインゼロなので、まあ、もちろんその私たち女性もそうですし、お子様にも安心ですから飲ませて差し上げてほしいなと思います。でまた普通このデカフェの紅茶を作る時にこう化学薬品を使った方法もあるんですが、このお茶はそうではないんです。そういったものを使用しない抽出法があって、でそこからそのできる限りそのカフェインを取り除いていますが、こう体にも優しい飲み物なんですね。でしかもデカフェになるとちょっとこう味わいが変わってくることもあるんですけども、これはですね、あの本格的なこう味わいになって作ってくださってるので、こだわり派の方のあなたにとってもやっぱりね、こう満足いける、まあ、味になっているんですよね。でこちらは一応香料が入ってはいるんです。このベリーミックスっていうこの書いてある通り、まあ、フルーティーなね香りがするんですけれども、これもこのフルーツからくる香料のみを使用してくださってますから、腸内環境にとってもあなたの肝臓にとってもこう負担をかけにくいものを使ってくださっているので、私もうこれはいいなと思って、まあ、手に乗って、まあ、飲んでみた結果、味も丸ですし、その腸活にとってもすごくそのおすすめのお茶ですので、カルディさんで選んできた、まあ、第3位はこちらのお茶になります。では次ランキングの2位のお茶いきましょうね。小川翔薬さんの北海道産の小豆茶です。でこちらもですね、国産の原材料 100% で、先ほどと同じくノンカフェインなんです。お伝えしている通り、そのカフェイン飲料は、まあ、ストレスに、まあ、とってもそのあまりね良くないものですので、ダイエット向けのお茶というのはやっぱりノンカフェインをおすすめしたいんですね。でこの小豆茶の効能です。でこの小豆もですね、その脂肪の蓄積をこう抑えてくれるこうサポニンという成分がたっぷり含まれていますから、このお茶もですねこうダイエット向きなんですよ。でしかもコレステロールもコレステロールまで抑えてくれます。プラスそのカリウムがですね、小豆ってすごく豊富なんですよね。そのカリウムがあなたのむくみの改善もしてくれますので、結果こうすっきりしまして、まあ、要は水分代謝を良くしてくれるわけです。なのでこの小豆茶を飲むことで、まあ、ダイエット効果がこう高まるわけなんですよね。ちょっと詳しく見てみましょう。まずは北海道産の小豆を使ったこの小豆茶ですね。で日本人が昔から親しみ、どこかホッとする小豆の味わいと香り、ホッとそうなんですよ。味はこうほんと甘くないお汁粉のような味わいです。やっぱりこう日本人にとって小豆ってすごくこうホッとしますよね。まあ、あんこもそうですけれども、私あんこも大好きですが、やっぱ小豆ってすごくこう女性の方、お好きな方多いと思うんですけれども、まあ、そういった意味でもこうホッとするようなね、この味の小豆茶を飲むことで、まあ、飲みながらこう痩せることができるわけなんです。なぜかというとその脂肪をこう蓄積をこう抑えてくれる効果がまあ高いわけですからね。こちらは1パックで、まあ、ティーカップやマグカップにもそのままこうテトラパックになってますので、
すごくこう煮出しやすい形になってますし、もう気軽に飲めますので、ぜひぜひこのノンカフェインの北海道産あずき茶ランキング堂々の2位になっておりますので、あなたもぜひ試してみてくださいね。少し甘みが欲しいなって場合は蜂蜜入れも美味しいと思います。決してここで白砂糖は使わないでください。白砂糖はもう太ります。なぜかというと、あなたの腸内環境でそのデブ菌と呼ばれる悪玉菌の大好物がやっぱり白砂糖ですから、そういった甘味料は使わずに蜂蜜であったり、そうですね、あとはメープルシロップをティースプーン1杯、小さじ2分の1ぐらいをカップに、ティーカップに入れて召し上がっても美味しいと思います。ではいよいよランキング堂々1位に輝いた痩せるお茶はこちらです。これはですね、ノンカフェインのシナモンティーです。でこのシナモンティーですね、私もう1位に選んだ理由の一つは、もうとにかくね、美味しいです。もうやっぱり美味しいものって続けやすいですよね。まあ、好みもあると思うんですけれども、本当にこうデザート感覚で、まあ、飲めるなっていうお茶でありますから、もうこの香りがすごくよくって、まずはこのシナモンですね、効果ですよね、痩せる効能ですけれども、ちょっと一緒に確認していきましょうね。こちらもノンカフェインです。今回選んだこのカルディさんで見つけてきました痩せるお茶というのは全部ノンカフェインですし、全て脂肪をその蓄積を抑えてくれるその効能が入っているものなんですね。でしかもそのシナモンってすごくやっぱ体も温めてくれますから、おすすめ。そしてこれもですね、むくみ改善になりますから、もうとにかくまあ先ほどの小豆茶ともこう被った効能ですけれども、もうシナモンティー、これぜひ飲んでみてください。で大体目安はですね、1日に2回、まあ、1杯ずつ、朝に1回、夕に1回、1日2杯ぐらいまでがまあ目安かなと思います。でこうちょっと読んでみますね。シナモンティーです。ベトナム産のシナモン 100% 使用した三角の立体型のティーパックタイプなんですよね。でまたシナモンの独特な香りと風味と甘み、そうそう、これ甘みもあるんですよ。原材料がね、シナモンだけなのに飲むと甘いんです。まるでこう蜂蜜入れたぐらい結構ね、甘みが感じられるんですよね。なのでやっぱ満足度も上がると思います。やはりダイエット中、こう甘いものを控えてらっしゃる方、頑張ってる方ね、多いと思うんですけれども、このシナモンティーはこの原材料がシナモンだけなのに甘いんですよね。ぜひぜひこのシナモンの自然の甘みをですね、こう楽しみながら、美味しく飲みながら、脂肪をこう抑えていって、しかも体が温まってデトックスができて、むくみも解消できて、いいと思いませんか。なので私は今回カルディさんで買えるお茶の中でランキングを微腸活の観点から3位からこう1位まで選んであなたにお伝えしてまいりました。もうどれもおすすめです。で日替わりで飲んでもいいと思うんですね。こればっかりっていうよりは、やはりその腸内環境を整える意味でも偏ってはダメです。もう何でも過ぎてはいけません。どう過ぎていいことないですよね。もう何でも適度、中庸が大事ですから、こういったご紹介したお茶をこうバランスよく、まあ、他の動画でもそうです、いろんな痩せる食材や食べ物、いろんなものを私お伝えしてますね。それをその日替わりでバランスよく適度にですね、こう入れ替わりで日替わり飲まれると一番いいと思うんですね。もちろんお気に入り見つけていただきたいんですけれども、あなたに合ったものって必ずあると思うんです。ですからあなたがこう飲んでて幸せだな、美味しいなって思えるその感覚もぜひぜひ大切にしていただきたいなと思います。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。またこういったダイエット法のに対してのご質問おありの方は、詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、ぜひそちらご登録後、直接私までご相談されてくださいね。でまたこのチャンネル役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私とっても励みになっておりますし、もう本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。